異論はありませんが、ミッツエビスの我々が越境して進行を行えば、クロービスの漁師たちから抗議が来ちゃいますよ。船員と領地を奪ってしまえば何とでもなる。流浪の君主などひとひねりだ。近隣の君主たちの大勢の領権が傷つく、その中で東に領地を接している小領主ですが、かなりの野心家のようで、戦いに備えて兵士を増やし、傭兵まで雇い入れております。それと契約魔法師はモレーノ。その人なら知っているわ。軽い感じの人だけど才能は確かね。相手がそれなりの戦力を持っているのであれば、あまり気は進まないけど助っ人。驚きました。シルーカ様にもご友人がいたのですね。いるわよ、それくらい。それに友人では。連絡は私の方で何とかするから、休む暇がないけどお願いね。あなたに使えようと決めたのは誰よりも。ありがとう。さてと、それじゃあ私もアイシェラに。世界は無限に存在し、決して交わることなき。収束せよ、ティルナ。久しいな。ご無沙汰しております、バルギャリー殿下。世を抱き上げることを許す。耳の後ろを撫でることもな。光栄に存じます。何をあって世を呼び出したのだ。アイシェラにここに来てほしいと伝言をお願いしたいのです。アイシュラ。世はあの女が苦手だ。存じております。ですが帰って来られた時には殿下の好物を取り揃えておきますゆえ。そっか。いろいろと慌ただしいようだけど、いつ近隣の君主が攻めてくるか分かりませんので。ですが